はい、どうも、オークポンでございます。BTC 価格ですね、24時間対比で0.31%上昇というところで、顕著な動きを見せております。でこちら、5日間のチャートなんですけども、14日の下げ、急落からの15日の日付が変わる手前ぐらいでね、急騰をかましてで、それからですね、レンジで落ち着いているかのようなんですけども、ここでまたね、 えっと、5時ですね、16日の5時にね、急落をして、まあ、その辺からはですね、非常にレンジ幅も狭まってきて、18日から19日にかけてはですね、非常に落ち着いた動きで推しております。3600ドルぐらいですかね、日本円で言えば今、40万飛んで3、3600円ぐらいなんですけど、 えーまあ、ドルで言うならば、あこちらね、見えないと思うんですけども、3613ドルと、これはあビットレックス上ですね、の BTC の価格となります。で、昨日ですね、バイナンスジャージの件についてお話をしました。新規登録者で KYC を済ませた方、先着5000名に20ユーロ。 をプレゼント日本円で言うならば、2000ね、2, 600円ぐらいだったかな。まあ、こちらの記事にもあるんですけども、あこちらですね、2500円、えー、前後というところのプレゼントでございます。えーまあ、KYC 本人確認までなので、えーまあ、なんだろう、もともとある方もできるのかな。私もできるのかな。あのー、バイナンスって言ってもね、 えー、ジャージの新規解説なんで、えー、ジャーニーか、失礼、えー、の解説なんで、ひょっとしたらできるのかなやった方いたら教えてください、えー。自分が住んでからでいいですよ。ちゃんと KYC 住んでからでいいので、えーまあ、情報として知りたいのと、まあ、好きならばね、私も登録したいっていう欲があっての、 今の言葉でございました。それでは参りましょう。そちらのね、えー、バイナンスジャージーに関しての記事でございます。クレイジーだ。仮想通貨取引所バイナンスジャージーに新規登録が殺到。ブレグジットめぐる政府案、否決が影響か。仮想通貨取引所バイナンスが開設した仮想通貨と A ポンド、ユーロの取引が可能なバイナンスジャージーに新規登録者が殺到している。 バイナンスのジャオ・チャンポン CEO は17日にツイッターで語った15日には英国の EU 離脱ブレグジットをめぐる英国政府の離脱協定案が大差で否決しておりポンドなど法定通貨に対する不安の高まりが背景にある可能性がある英国領のジャージー等にバイナンスが新たに立ち上げた新たな取引所バイナンスジャージーについて CZ は次のように興奮気味にツイートした。バイナンスジャージに新規登録が殺到されています。既に KYC 顧客確認検証のやり残しが出始めています。それらを減らすためにも多くのリソースが当てられています。その間皆さんの理解と忍耐に感謝します。 先に登録した人から順次進めていますので心配ありません。クレジダ。バイナンスが16日に発表したバイナンスジャージでは、州欧州、失礼、欧州と英国内であれば、BTC と ETH、e、とユーロ、A ポンドの取引が可能。正確な登録数は公式には公表されていないが、バイナンスジャージの解説 時のキャンンペーンにより KYC プロセスが完了した先着5000名には20ユーロ約2500円がプレゼントされるなど昨年の6月から用意周到に準備を進めてきたとこちらバイナンスにおいてはですね、えー、私たち日本人にとって、まあ、他の通取引所ですよね えーまあ、クーコインだったりとか、他にもあるんですけども、日本人では登録ができなかったと、取引がね、だ、え、め、ー、だと言われてるのにもかかわらず、このバイナンスっていうのは、いまあ、未だにね、日本人があー取引ができる可能な取引所でございます。非常にです、ね、優秀な、ね、取引でえ取引所でございますから、 あのー、私はですね、このバイナンスっていうとこは好きです。まあ、エイダもね、ここからあ、まあ、日本円で JEBTC に変えて、そして BTC を送ったのはバイナンスでございます。で、バイナンスからエイダを買って、でそこから放出をした取引所になっております。まあ、それぐらいですね、まあ、信用、信用というかね、使いやすいというか、 あまあ、封鎖も、ねえー、されてないので、なんだかんだ噂はされてるんですけども、このバイナンスっていうのは封鎖をされていないというところから見ても、日本人の、ねえー、信用度っていうのは高いんじゃないでしょうか。でそこのバイナンスジャージという、ね、新規取引所の解説でございますから、これは日本人であるならば、あまだ、ね、登録をされてない方は、 あ私は今までですね、バイナンスっていうものに関して、1年以上お取引所を開設してから、あまあ、通貨を置きっぱなしにね、えー、コインを置きっぱなしに、しっぱなしにあるものが、全くね、影響をないです。盗まれたりもしないし、何か土が来たもんでもないし、うん、なので、信用度は非常に高い取引所でございます。そのね えー、バイナンスがジャージーていうところで、えー、新規登録が始まってるので、ぜひぜひね仮想通貨まだ買われてない方とか、今からの方、バイナンス今からだよっていう方は、本当にね、えー、やっていただいていいんじゃないでしょうか。ただね、えー、パスポートが必要だと思いますんで、ねえー、パスポートがないと話にはならない。でパスポートはですね2週間ぐらい時間かかるんでね、 これはですね、早急に、ね、準備をしてない方はね、どっちにしても仮想通貨をやるんであれば、パスポートは必須です。絶対ないと、これはです、ね、海外の取引所であれば、開設はできません。日本の取引所であれば、免許証があればできますけども、海外の取引所であれば、まずパスポートから入る。 でパスポートの自分の写真が載ったもので日付、年代ですよね。今2019年1月19っていうものを書いて、で自分の顔とパスポートとね、でそれで、なんだ、自分の写真を撮って、でそれを KYC って言って今出てましたけども、あのまあ、本人、うん、これ、顧客確認ですね。 この人である、ちゃんとしたなんだ本人が確認をして、初めてそれで、ね、登録が向こうの方で双方、双方というこっちでパスポートと自分の写真をです、ね、貼ったものを送って、で向こうで確認をしてくれて、あこれは本人だと、大丈夫だと、パスポートがあるから犯罪歴もないと、前科がついてないと、おいうところになりますので、で そうなんですよパスポートっていうのは前科がついてると取れないですね。だ海外に逃亡できないです。前科ついてる人は、うん。他にね、偽造でもしないと。っていうところで、パスポートっていうのは非常に力があるものです。もっと言えば、日本のパスポートっていうのは世界の中で一番ね、信用されてます。本当です。それは本当ですよ。はい。だから、日本のパスポートっていうのは力あるんです。だから、日本人と結婚したがる。結婚してきた。 フィリピン人、チャイナ、中国人とかが多数いらっしゃる。他の,も他の国もいらっしゃいますけども、なので、日本人と結婚してるんです。あ,のあちら側からすると、ぶっちゃけ、なんだろうな、その、なんだろう、権利みたいなのが欲しいわけですよ。強いんでね、日本のパスポートってのは。あーまあまあ、言うでしょうけどもね、はい、結婚するにあたってこう、色濃いな話はあるんでしょうけども、 お私はですね、一番根底にある部分っていうのは、日本のパスポートが欲しいんじゃないかなとは思います。はいまあ、これについては触れないですけど、おこれぐらいにし,しときますけども、はい、それでね、バイナスジャージーっていうところで取引所を開設してない方は、ぜひぜひ開設をして、20ユーロをね、ゲットしましょう。先着5000人なんで、すぐ埋まるかもなんでね。 えーまあ、早急にいいパスポートない方は申請してね、が、えー、っちりこれをね、もしかしたら取れるかもしれないでね。はい、もしかしたらね。はい、それではね、素敵なコインライフを、相場ライフをお送りください。バイバイ。